はいどうも、うくしです。UC5 キャリアモード続きやっていきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい。ちょっとね、時間空きましたけどね、また続きやっていきたいなというふうに思っております。前回、チャンピオンになっててね、ライト級チャンピオンシップというかね、タイトルマッチ、マカジェフ選手と激闘を繰り広げましてですね、ついにチャンピオンになったというふうな感じですね。まあ、だいぶ、早いですよね。前回のキャリアモードに比べると、まあ、かなり早いタイミングで、チャンピオンになれたなというふうな感じですね。やはり WFA のチャンピオンになるっていうのはね、一つ大事なポイントでしたね。やっぱそこからの方が、スピード速かったというふうな感じですかね。で、マカチェフ選手という最強のチャンピオンを倒してのライト級チャンピオンなので、かなり価値が高い感じになったんじゃないかなと思います。はい。またここから2階級制覇を目指して頑張っていきたいと思います。選手生命もですね、前回に比べるとかなり残っていて、やっぱり寝技をね、今回かなり強化したというところもあって、まああまりこう打ち合いでね、ダメージを負わずに、まあ、勝ててるのかなっていうところが、まあ、今回ね、非常にこうポイントのその減りというか、選手生命が長く戦えてるところなのかなっていうふうに思いますね。まあなので前回もそうですけど、もう寝技なしではね、やっぱりトップ選手と戦えないですね。まあ、マカチェフ選手の試合はもう本当にギリギリの勝負でしたね。いやー楽しかったな。はい。まあということで、まあ、引き続きやっていきたいなと思います。はい。まあ動画ちょっとね、久しぶりになってしまいましたけれども、まあ、久しぶりって言ってもまあ1週間は空いてないですけどね、ただまあちょっと期間空いてみましたけど、ワンのね、試合皆さん見ましたでしょうか。タケル選手対スーパーレック選手の試合。もうすごかったですね。やっぱりタケル選手はかっこいいなというふうに思いながら見てましたけど、ただあまりに悔しすぎて、僕は前回動画でね、もう無言でゲームでスーパーレック選手を無理やり作って、ただただ八つ当たりするっていう動画を投げましたけどね。まあでも本当にそれぐらい悔しかったですけどね。ただまあ、ただやっぱりタケル選手が世界トップレベルの選手なんだっていうことはもう確実に証明できたと思うので、まあそういった意味ではね、やっぱりタケル選手ってやっぱ強いんだっていうところは見せれたんじゃないかなと思うんですよね。まあ本当にあともうちょっとでしたよね、3ラウンドのところだったりとか。まあ、なのでもうタケル選手はもう最高でした。もうとにかく試合もやっぱりスーパーレック選手もすごかったし、まあ、試合がもう2人でね、作り上げたものだと思うので、素晴らしい勝負だったなというふうに思っております。はい。ということで、まあ引き続きですね、そんな思いもありつつ全然関係ないですけど、引き続き、こちらキャリアモードもやっていこうかなというふうに思っております。はい。ですね、対戦オファー見ていきましょう。今回ですね、ボビー・グリーンっていう選手ですかね、読み方合ってんのか分かんないですけど、ボクサーの選手なのかな。はい。ということなので、ランキング5位なので、まあそんな弱い選手じゃないと思うんですけど、僕もあんまりね、詳しくないというところもありましてですね、どんな選手なのかなというふうに思ってたんですけど、まあ僕はいつもね、皆さん動画にコメントいただいてありがとうございます。コメント欄でね、よくUFC のね、選手をね、めちゃくちゃ解説していただけるありがたい方がいらっしゃいまして、ボビー・グリーン、ね、この選手、現実ではちょっと試合では打たれ弱いところを見せてるっていうところ、すごい詳しく解説いただいてるんで、そこちょっともう本当に信用してですね、ちょっと今回打ち合ってみようかなというふうに思ってます。はい。打撃でちょっとね、ちょっと戦ってみようかなというふうな感じですね。ちょっと頑張ってみたいと思います。はい。ということで、とりあえずね、対戦オファーはもう受けてるのかな。受けてますね。はい。受けてるので、ちょっとね、試合に向けてトレーニングをしっかりとやっていきたいなというところですね。あれ？でもオファー受けてるかな？対戦オファーが、あ、受けてなかった。はい。試合まで5週間ということでね、対戦を受けていきましょう。さあ、防衛戦第1試合目ですよね。ということなので。しっかりとここは差を見せつけて勝ちたいなというふうに思っております。はい。ということで、まあ、スパーリングをね、5週間ありますのでね、またしっかりとこなして、次のね、試合に向けて頑張っていきたいと思います。はい。ということで、やっていきたいと思います。
はい、ということで、5週間ですね、トレーニングを、終了してきました。仕上がりいいですね。フィットネスもピークにしっかりと持ってきております。お、クラス、君はこの競技における最高の選手だ。お、めちゃくちゃファンいますね。いや、今回なんかファンいいですねめちゃくちゃ優しい、みんな。前回のウクシーアレンの時は一体何だったんでしょうかね。めちゃくちゃアンチ多かったですからねまあ、ということで、しっかり、今回ですね、勝っていきたいなと思います。さあ、防衛戦第1試合目いきましょう。はい、ということで楽しみですね。そうですね、今回チャンピオン側なんでね、入場が後ですね。まあ、A サイド赤コーナーは、こちらのねクラウスの方ということで、挑戦者を迎え撃つ形ですね。さあ、ボビー・グリーン選手ですね。まあ、見た目強そうですけどね、本当に。優勝第5位、本来の、ランキングではどのぐらいの選手なんですかね。まあ、でもランキングの選手であることは間違いないということですね。まあ、もちろん強い選手でしょう。さあ、ストリートファイト、直近の3試合で KO 勝利、直近の6試合中4試合で勝利。まあ、でボクサー出身というか、まあ、バックボーンがボクシングだったので、まあもう、うわー、身体能力高そうですね。まあ打撃で来るんでしょうね、きっと。まあ、打たれ弱さはあるかもということでしたので今回まあしっかり慎重にですね戦っていきたいなと。さあ、チャンピオン、さあ防衛戦第1試合目、金色のこのネームに包まれて、ああ、かっこいいですね。さあ、絶対的なチャンピオン、まさしくオールラウンダーですね。打撃で攻めてもよし、寝技で決めてもよし。そうですね、スタイル的にはどうなんですかね。まあ、井上直樹選手みたいな、打撃もね、寝技も非常にこうハイレベルな選手という風な感じのイメージでしょうかさあ、ということでチャンピオン登場ですね。花がありますね。さあ、今回、まあ、プランとしてはやはり打撃で勝ちたいですかね。まあ、身長差はそんなにないし、まあ、リーチでもこっちの方が長いですね。なので、まあ、しっかりと距離を取りつつ、まあ、慎重にいきたいですね。コンパクトに、コンパクト。まあ、ボクサーなんで足もそんなに強くないんじゃないかなと思うので、ローキックももうちょいちょい蹴っていきつつ、まあ、カーフキックとかも織り交ぜてですね、やったらいいんじゃないかなと思っております。まあ、あと新技ですね今回、それを試すところもあるかもしれませんまあ、でもちょっとリスクありますからね。相手がよっぽど弱ってる時かな、出すとしたら。あとは大逆転を狙う時。イエーイ。さあ、ということで防衛戦第1試合目始まりますよ。はい、じゃあいきましょう。さあ、グローブタッチはしない。おい、おい、そう、おい、そう、おい、OK、ナイスカウンター。早いですよ、おい、そう。さあ、カーフィック。おい、 OK、 いいぞ。 OK、 ほい。
You have to understand, make your skill set match your physical abilities. And this guy has done this tremendously. さあ、フットワークも軽い。おい、そう。おい、ナイスボディ。おい、膝。おい、そう、いいですね。聞いたんじゃないかな。おい、そう。Whiffs on that offering. Okay, nice counter. The cut has been opened around that eye area. He's taking shots over and over again to that area, and now. Oi, so. Oh, big front kick lands flush. Now he gets a more dominant position with the underhook. He is going to start to drive knees over and over. You got to be careful here. You got to move. Oi, so. Hard tackle. Oi. His opponent's compromised, DC. It's one thing to land a hard shot. It's another thing completely to land a perfect shot. And that was a perfect shot. Oh! Hmm. Oh my goodness. That hook was bad. Back and forth we go. Oi! Oi! Ah, 決まんなかった。 Well, no denying the durability on the other side, but...At this point, you just gotta find that kill shot and get him out of there. A lot of... Oh, hey, 決まった! Oh my goodness! これですよ! I mean, you gotta be kidding me. Everybody here inside this arena digesting what they just saw. That is not a TKO, folks. That is a clean, knockout result tonight. I mean, just wow. What a performance by this young man knocking his opponent out with a single shot like that. さあ、身体能力の高さから出る。超打点の高い飛び膝ですねこれはすごい。いや、チャンピオンの貫禄見せたんじゃないですか。圧倒でしたね。今回スタンド良かったですね。なんか距離感が抜群でしたね。カウンターもバシバシ決まりましたし、特にあのボディストレートがよく決まりましたね。あとやっぱ足弱かったですね。よし。UFC Lightweight Champion of the World, Rob! 完璧です。完璧な内容でしたね。1ラウンドかな ?1 ラウンドですね。いやー、これはいいでしょう。今回。あら、プロモーション欠席。ああ、そうか。プロモーションに本当は出ないといけなかったのかな。トーク番組出演。UFC 写真撮影。ああ、これで4万も減らされるんだ。ファンの獲得数が、ああですね、徐々に増えてますよね。今何万人 ?48 万人。おお、なかなか。生成面はまあちょっと減ったかなですね。ほぼ無傷ですね。さあ、素晴らしい打撃が、だって有効打撃7発しか食らってないんですよ、こっち。完璧でしたね。はい、ということで、一旦ね、終了しましょう。いや、飛び膝蹴りめちゃくちゃ気持ちよかったですね。まあでもちょっとリスクありましたね。なんかやっぱ近くないと当たらないんで、ほんと効いてないと無理ですね、相手が。さあ、防衛しましたよと。はい、契約獲得。はい。さあ、どれいきますかね。もうとにかくこの辺かな。最初に届いた対戦方は承諾。はい、こんなんでいいです。もうとりあえずね。さてさて、さあ、どんな反応でしょうかね、皆さんね。いや、今回勝ち方良かったんじゃないですか。あれ、あ、しまった。そうでしたね。スーパーワンパンチ出す予定だった。はい、あ、すっかり忘れてた。ごめんよ。あ、ごめんなさい
しまったな。そうでしたね。スーパーマンパンチ試合中に出すつもりが忘れてましたね。お恐怖。いやーまあこんな反応でございますね。はい、ということで、なんとかね、防衛戦第1試合というか、こなしました。タイトル防衛1回ということになっております。はい、じゃあ続いて対戦オファーまでね、次回の対戦オファーまで見ていきましょう。おダースティン・ポイエ、またまあでも上位陣とね戦っていく感じになりますからね。いや結構ねポイエ選手強かったんですよね。まあでも試合受けますけどね。はい、ということで試合はまあ受けますよ。はいはい、ということで次回はまたもやダスティン・ポイエ選手、ああそうですね、まあリベンジマッチということで注目度はもうすでに最高というふうな感じになってますね。まあ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 ということで、まあかなり盛り上がる試合になるんじゃないでしょうか。まあぜひね引き続きやっていきたいと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。